早すぎたと思いますね。早いでしょうね。早すぎたかなっていうか、当時は全然そういうふうには思ってなくて、とにかくもともとカラーで漫画をフルカラーで作りたかったんですよ。で、日本の漫画っていうのは全部白黒なんで、まあ、それがまあ逆に日本の漫画の、イメージっていうにもなってるんですけども、やはり綺麗な色でね漫画を描きたいから、いろんな白黒だけじゃなくて、白や黒だけじゃなくて、いろんな綺麗なフルカラーで描きたいと。それでデジタル彩色、ちょうどその頃はコンピューターがこういう風なフォトショップとか出始めた頃なん で、それでもうカラーリングができるっていうことはすごくびっくりしましたね。で、モニターでキャラクターを塗るとすごく綺麗なんですよ、色が。だからそれが印刷されなくてもこのモニターでそのまま見てね楽しめないのか漫画をっていうふうに思ったのは初めですね。だ、そういうようなソフトがちょうどあったんですね。フラッシュとかそういうものの一番最初のバージョンが、マクロメディアのディレクターっていうソフトがあって、それでこう再生コミックを1画面ずつ再生させていく方法をなんか一応自分たちで試行錯誤して作ってでやり始めた。いいものになったと思うんですけども、やはり当時インターネットのその登場と、まあ、僕らは CD ロムでそれを当時作ってたんですね、まあ、600メガという非常にちっちゃな容量の中でいろんな漫画をたくさん表示することや音も再生するから、アニメーションのように声が聞こえる、喋ってる声優さんたちにアフレコしてもらって喋る漫画っていうのもその時作ってコミコで作ったんですけども、まあ、そういったようなものもその CD ロムのパッケージからどんどんインターネットとか、まあ、プレイステーションとかそういうものの登場で、そういったようなメディアがどんどん変わっていってしまったことがありますね。それに僕らはあまりにも少人数、少資本だったために、そこに対応できなかったっていう部分があったんじゃないですか。